はい、皆さんこんにちは。今日は2023年7月の2日の日曜日です。先日ね、ヤフオクでなんとなくねバイクちょっと入札してみたらね、その後全然競合する人がいなくて、でね、このね KTX220SR 落札しちゃいました。それでね、出品者がね小田原の方だったんで、自分でねトラックで小田原まで取り行って、で先週のね日曜日持ってきたんですけど、まあ先週ちょっと乗って、で今週ねちょっとまあ林道でも行ってみようかなと思ってるんですけど、とりあえずねまだ整備はね自分でしてないんですけど、なんとなく元の持ち主がバイクいじってるような人だったんで、まあ乗った感じはね、まあ安定してエンジンもかかるし、まあ走るとか止まるとか曲がるとか特に問題なさそうなんでね、ちょっとねまあなんとなくあんまり厳しいとこは行かないですけど、いよいよだったら車で引き上げに行けるレベルのね林道をちょっと走って、でちょっとね具合見てみようかと。でね、このワイナリー奥のところからね、このいつもの坂を下って鳥居の方に向かっていくんですけどね、もうね夏なんでね草がすごいっすよね。もうジャングルクルーズですよ。もう乗った感じはねまあ通素ですよね。昔乗ってたね感覚がね蘇りました。何にも効かないエンブレとね、あと急に立ち上がるトルクね、あと下のスカスカな感じ、もうツーストっていうのはもう大体こういう感じですよね。で音はねやっぱり、まあ、乗ってたねツーストっていうのは大体ヤマハとかねホンダとかそういうところのやつ乗ってたんで、まあ、この川崎のツーストっていうのはねまあ金属音がすごいっていうか、結構独特なね想像しい感じのエンジン音がしますよね。でもねまあこれはね30馬力を超えてありますから、トルクだけで言ったら WR の 250X よりもねトルクはあると思うんで、まあ坂をね登るポテンシャルはあると思うんですよね。ただいきなり立ち上がるトルクでね坂でねうまく扱わないとまくれちゃうんじゃないかと思うんですけどね。でねこの下りもね今ね速ですね、降りてるのはね。でもエンブレはあんまり効かなくて、ただねツーストの特徴としてね、もう回転数がね限界まで行くともうそれ以上ピクリとも回らないんでね、まあ、フォーストの場合はねそれを超えて無理やりねシフトダウンとかすると超えてオーバーレブしてぶっかれちゃうんですけど、ツーストの場合はねリアタイヤがねロックしてでも絶対回らない、まあそんな感覚が自分の中にあるんでね、まあ、一速で普通にね坂を下ってる分にはオーバーレブする手前まで当たればそこでもうエンジンは回転をそれ以上上げないので、ね、エンブレはそういう感じだったら結構強力に効くんですけどね、まあ、それによってぶっ壊れるかっていうと、まあ、あんまり壊れた経験もないんで平気かと思うんですけどね、まあ、詳しくはちょっとわかんないですけど、でねまあ 220SR っていうのはねKTX シリーズの中でも、まあ、一番最後に出たやつなんで、まあ、パイプがね各パイプのフレームになってるやつなんで、まあ、最終型かと思うんですけどね。あとこの車体がね一番多分 KTX シリーズの中ではコンパクトっていうかね小さいんですよね。で足つきもね、まあ、WR のね155の吊るしの状態よりは全然良くて、まあ軽さも軽いんでね、まあ、使えるんじゃないかなっていうそんな感じはしますね。でね乗った感じねやっぱねヤマハとね川崎のねフレームのね作りの違いを感じますよね。ヤマハってのはなんとなくステップ位置が前にあると思うんですけどね、もう川崎はねだいぶステップが後ろ、思ったよりどうだろう50ミリぐらい後ろにある感じかな、まあそんな感じですね。であとねまあいろいろ細々ね
メンテしていかなきゃいけないんだけど、とりあえず鳥居ぐらいまでだったらいよいよぶっ壊れても車で取りに来れるかなと思ってね。鳥居の奥まで入っちゃうとね、もうそこは軽トラとかも入れないんでバイク出せなくなっちゃうんでね、とりあえず車が走ってどっかから会社からでもね軽トラ持ってきて積みに来れるレベルのところまでで、まあシェイクダウンですからね、終わりにしようかと思ってるんですけど、でもねこの KDX ねもう古いんでね、パーツは出るものと出ないものとあると思うんですけど、タイヤはねとりあえずね前後ねブリヂストンの TW の301と302のね、まあほとんど新品ですね。でまあバイク新しく買ったんでね、鳥居とのねツーショット写真を撮りました。で一応このバイクがぶっ壊れないように山の神にねお願いして、で今日はねそのまま戻ります。周回路ね途中でもう止まったらもう本当大変ですからね。でねこのところまでね来た感じだとまあ普通にね扱える感じがしました。私がねあまり無理にね低いギアでドンってね開けると一気にドルが立ち上がった時にフロントの荷重がかなり抜けますけど、まあ、それをね何回か乗ってればすぐ慣れると思うんですよね。だいたいもうツーストっていうのはいつもパワーバンドで走ってるわけじゃなくてね、まあ私の場合はだいたいパワーバンドに入るか入んないかのねもうギリギリのところで走る感じがいいんじゃないかなと思って前から乗ってたんですけどね、まあ非常にねキビキビとした走りっていうかね、実際速いかどうかわかんないですけど、トルクがドンって立ち上がった時のね感じが懐かしい感じがするし非常に楽しいですよね。でもうね足回りやなんかもね後ろがユニトラックで前がねこの 220SR だけは倒立じゃなくてね整列サスなんですけどね、まあストロークがね結構長く取れるんで整列サスの方がねまあいいんじゃないかなと。あとまあ倒立に比べたらオイルが漏れる可能性は圧倒的に少ないんでね、まあ整列サスの方が、まあ、私まあそんなに限界まで攻めるわけじゃないんで整列サスの方が個人的には好きですね、普通に乗っていく分にはね。まあこのね鳥居の道もこれからこの KDX220SR でね走っていくと思うんですけど、まあ普通のところを走ってるだけだったらこのトレイルタイヤのね純正っぽいやつで特に問題はないです。このタイヤはね多分 WR の 250R とかねそういうところの純正タイヤに採用されてるタイヤかと思うんですけどね、まあブリヂストンのタイヤなんで多分真ん中辺のコンパウンドが硬くてサイドがやっこいようなねそういうやつを作ってるんで、まあちょっと長持ちするんじゃないかなと思うんですけどね。まあ難所ねまた行くようになる頃にはタイヤも減るでしょうから、その頃にまたなんか考えてタイヤはねそれなりのものに変えていきたいと思うんですけどね。まあこのバイクもねいろいろちょっとどこら中触ってみたり覗いてみたりしてね不具合があるないもねちょっと確認しながら乗っていくようになると思うんですけどね。とりあえずねエンジン音はまあ想像しいですけどね大体まあこんなもんですよ。まあ乗っててね一番ねあのうるさいなと思ったのはね250のガンマ、これは昔ちょっと乗ったことあるんですけど本当うるさかったですよね。まあ初期型かなんかだと思うんですけどね、当時それでね江ノ島の方にね走り行ったことあるんだけど、まあアイドリングの時とかね想像しい感じしましたね。まあ、ヤマハのね YTVS がついたようなタイプのツーストだと、まあ、そこまで行くとねかなり音がもう静かなんですよね。ヤマハの TZR なんかも持ってたことあるけど全然ね音がもうガンマとは別物ですよね。おとなしくてねそんなに想像しくない。この KDX よりもはるかに静かだったと記憶してるんですけどね。でね、まあこの坂をね普通にこれ今一足です、一足で登ってますけど、
パワーバンドの入るねちょっと手前ぐらいのトルコがちょっと太くなり始めたかなぐらいのところで乗ってますけどね、これ以上スピードを出せますけど、出すとパワーバンド入っちゃってね、パワーバンド入ると本当にアクセルのね動きに敏感になりすぎてちょっとねギクシャクするというか気が抜けないようなねそんな感じになるんで、あんまり一人でね普通に走るときにパワーバンドには入れない方がね楽な感じがしますよね。またこんな感じでね KDX220 でねウィンドウもどんどん走っていきたいと思いますんでね、懐かしのツーストサンドを楽しんでみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。